サッカーの指導者をやっておりますリートバイと言います。おいしょーす、ありがとうございます。僕ですね、普段サッカーの指導者、もう森保監督と同じことやってます。はい、サッカーの指導者やってるんですけども、本日はですね、そんなサッカー指導者の仕事の一つ、子供たちのですね、試合のレギュラー決め、僕の中での選考基準5つの矢というものを皆様にご紹介したいなと思います。はい、では早速僕の中での選考基準見ていきましょう。まず選考基準1つ目はこちら、はい、練習真面目な子。はい、やっぱりこれ真面目が一番、こういう子は試合に出してあげたくなりますよね。はい、では選考基準2つ目がこちら、はい、サッカー上手な子。あ、やっぱりこれベタですけども、勝たなきゃいけない試合ございますので、こういう子もしっかり試合出しております。はい、では選考基準3つ目、これ結構重要なんですけどね、こちら、はい、怖そうな親の子です。はい、やっぱり結局クレームが一番怖いね、うちの子なんで出さないのっていう、その言葉が怖い。はい、ではですね、途中ですけども怖そうな親の特徴ベスト3いってみたいと思います。はい、第3位、子供のスパイクが派手、第2位、子供の襟足が長い、第1位、やたら焼肉屋に行きたがるです。はい、この3つが全て揃ったご家庭の親は怖い可能性がありますので、その子供はレギュラーで出しております。はい、大変でしょサッカー指導者も。はい、ではサッカー指導者、僕のですね、選考基準4つ目でございます。それがこちら、はい、素直な子。やっぱり素直が一番、こういう子はしっかりね試合に出してあげたくなります。はい、では最後選考基準5つ目、これね僕が一番重要視してます。はい、選考基準5つ目がこちら、母親の年齢が20代後半から30代前半です。はい、僕の年齢が28歳、察してください。はい、こういうね、母親の子供はですね、しっかり試合に出しております。はい、そうすることによって母親からの評価が僕、爆上がりするんでね。はい、保護者の皆さん、この動画をね、見てもクレームだけは入れないでください。ありがとうございました。